世界には多くの権力者の墓があり、その墓には多くの謎があります。権力者が権力を未来につなぐためや、あえて墓を隠した権力者、また墓だと勘違いされていた建築物、未だに解明されていない世界の墓は、一体誰がどんな思いで作ったのでしょうか。こんにちは、藤吉田です。今回はそんな世界の墓の謎を動画にしてみました。チンギスハーンの墓はどこにあるのか、秦の始皇帝陵、勘違いされていたテオティワ館、いずれも多くの謎に包まれ、未だに解明されていません。今回もクイズ形式です。全1問、皆さんは答えられるでしょうか。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。チンギスハーンの墓はどこにあるのか。13世紀、チンギスハーンは世界を震撼させました。無慈悲な騎兵部隊を編成し、アジアからヨーロッパにかけて行く先々で都市の住民を皆殺しにし、死でピラミッドを築いたといいます。前世紀には海から地中海にかけて3100万平方キロに及ぶ大帝国を築き上げました。戦闘だけでなく子供を残すことにも精力的で、チンギスハーンの遺伝子を受け継ぐ人間は現在1600万人いると言われています。1227年に死去すると行方がわからなくなりました。墓の場所は歴史上最大の謎の一つになっています。それはどうやら本人の思惑通りになったようなのです。言い伝えによると、チンギスハーンは死後モンゴルの故郷に運ばれ、丁重に埋葬されました。埋葬後は馬を使って地面を踏み固め、木を植えて墓の存在を隠したとも言われています。場所を隠すため葬式に参加した人々は皆殺しになったと言われています。探検家たちは今古墳のようなものがないか、非破壊的な手法でモンゴルを上空から調査しています。モンゴルの大地は今のところ世界に名を轟かせた征服者をかくまい続けているのです。秦の始皇帝陵の内部はどうなっているのか。始皇帝は70万人の労働者を動員して都市を模した墓を建設したと言われています。中国の秦の始皇帝はまさに絶対的な専制君主でした。群雄割拠の戦国時代だった中国を紀元前221年に統一すると、土陵港を統一し、道路や運河を整備するとともに国全体を守る長城を建設しました。万里の長城ですね。また書物を燃やし儒学者を処刑しています。そんな始皇帝が異常なまでの執念を燃やしたのは自らの墓の建設です。不老不死を求めてやまなかった始皇帝は70万人の労働者を動員して都市を模した墓を建設します。墓を守るための壮大な兵馬俑を作らせました。鮮やかに着色された何千という兵士の人形が並ぶ兵馬俑は考古学者によって発掘が進められてきました。実物の半分の大きさの青銅製の馬と馬車も絹、亜麻、翡翠、骨などで作られた工芸品とともに出土しています。陵墓には職人、側室、奴隷なども一緒に埋められ、建設に関わった労働者は秘密を守るために殺されたといいます。前漢時代の歴史家司馬遷によると、この驚くべき陵墓は王朝全体の縮尺模型になっており、金銀の鳥が舞い、
水銀の川が流れています。そして夜空を模した天井には星座に見立てた真珠が散りばめられているといいます。中国の考古学者は繊細な構造物を傷つけることを恐れて発掘に及び腰です。また検査の結果、陵墓には大量の水銀が含まれていることが分かっています。始皇帝陵の大部分は未だ発掘されておらず、内部の様子はほとんど分かっていません。始皇帝の遺体も見つかっておらず、今後発見される見通しも立っていません。まだまだ謎の多いお墓なのです。墓だと勘違いされていたテオティワカンを築いたのは誰か。メキシコシティの北東約40km にあるテオティワカンは、神々の集う場所という意味を持ち、紀元前100年頃から6世紀まで栄えたメキシコ南部にある大都市です。太陽と月のピラミッドや死者の大通りを中心に築かれた町には、下水網も整備され、当時の建築技術の高さがうかがわれます。死者の道と名付けられたのは、かつてアステカ人がこの建物を墓だと思ったことや、道沿いに多くの死体があったことから後に付けられた名前だそうです。大都市テオティワカンを建設した人々については全く手がかりが残されていません。紀元前100年頃、メキシコ高原に作られたテオティワカンは急速に発展、面積20平方キロ、人口8万から10万人を要する西半球の主要都市の中で最大のものに成長しました。格子状の道路が整備され、中央を死者の大通りと呼ばれる目抜き通りが貫き、巨大な太陽のピラミッドと月のピラミッドが広々とした道や住宅街、工房などを見下ろしていたといいます。しかし、これほど素晴らしい都市が存在したにもかかわらず、気づいた人々の言語やルーツに関する記録は何も残っていないのです。テオティワカンという美しい名も、後のアステカの人々がつけたものです。繁栄していたテオティワカンには、マヤやミステクといった他の文化からも人々が流入してきました。神殿から生贄にされた人々の遺骨が見つかっていることや、櫛、ボタン、針などが新鮮な人間の骨で作られていたことから考えて、残忍な行為が日常的に行われていたようです。7世紀にはテオティワカンは破壊され、焼かれて遺棄されましたが、建設の時と同様詳細は不明なのです。侵略者の仕業の可能性もありますが、焼かれた建物の大半が上流階級の人々のものだったことから、都市内部の原因で崩壊したとする研究者もいます。干ばつに苦しんだ農民が一揆を起こしたのかもしれないとも言われていますが、いずれも確証はないのです。さて、ここで問題です。世界には権力者の大きな墓はたくさんありますが、その中でも一番面積の広いお墓はどこでしょうか。1. インドのタージマハル。 2. 始皇帝陵。 3. クフ王のピラミッド。 4. 仁徳天皇陵。それではお考えください。答えは4の仁徳天皇陵です。お墓で最も有名なのはエジプトのギザにある巨大ピラミッド群でしょう。しかし、そのピラミッドよりも大きく世界最大の面積を誇るお墓が日本にあります。それは4世紀から5世紀にかけて作られた大阪の堺市にある仁徳天皇の仁徳天皇陵大仙古墳です。前方後円墳の中で最も大きく、その面積は約46万平方メートル、高さ34メートル、
最大長が840メートルで、最大幅は654メートルにもなります。クフ王のピラミッドは約5万3000平方メートルですから、約9倍、約12万2500平方メートルの秦の始皇帝陵と比べても3倍弱。当時の天皇の高い統治力が想像できるものとなっています。仁徳天皇陵を作るのには、非常に多くの人手と時間が必要で、当時の技術では3000人で作業をしたとしても15年以上かかったのではないかと言われています。ではなぜこの巨大な古墳が作られたかといえば、それは仁徳天皇の熱い治世にあったと考えられています。人民の家々から炊飯の煙が立ち上らない様子を見て火薬を免じ、自らに倹約と大望を課して3年間の税を免除したという逸話や、天の訓を立つつるはこれ百姓のためなりといった格言も残っているなど、その前世が民の心をつかみ多くの信頼を得たことで、このような巨大な古墳が作られたというわけなのです。またこの仁徳天皇陵は江戸時代にはすでに盗掘されていたようで、江戸時代には後円部の埋葬施設に長持ち型石棺が認められています。さらに明治5年に行われた発掘調査の際には、石棺の東側に甲冑とガラスの杯、さらに北東側に鉄刀20口が確認されています。現在は歴史的な検証の調査であっても、皇陵の安寧を守るためという理由で立ち入りが禁止されていますが、堺市の観光地として市民からは御陵さんと呼ばれ親しまれています。いかがでしたでしょうか。生きているものはいずれ死を迎えます。死への向き合い方は時代や立場によって大きく変わります。墓にはその時代のいろんな人の思いが残されていると考えると、より面白さが増しますよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。